エナラプリルは高血圧や鬱血精神不全の治療に用いられるアンジオテンシン変換酵素阻害薬の一つである。商品名、レニベース。ACE は、ペプチドホルモンであるアンジオテンシン I をアンジオテンシン i 2に変換する酵素である。アンジオテンシン i 2の作用の一つは、血管の収縮であり、その結果血圧を上昇させる。 ACE 阻害薬はこの効果を阻害して血圧を加工させる。また、アルドステロン分泌の抑制による利尿作用を有する。エナラプリルは収縮期心不全による死亡率を低下させる。副作用として肺のブラジキニン増加による空席が生じる。不必須薬品モデルリストに収載されている。日本で承認されているものは本体性高血圧症。 人性高血圧症、人血管性高血圧症、悪性高血圧、慢性腎不全である。非症候性の左腎室機能不全にも用い得る。高血圧、腎不全、糖尿病で腎保護作用を示す。高血圧のない状態でも腎保護効果を期待して使用され、慢性腎不全に対して応用されている。ジギタリス製剤。 利尿剤等の基礎治療剤を使用しても十分な効果が認められない場合血管不守の既用歴のある患者アリスキレンを投与中の糖尿病患者デキストラン硫酸固定化セルローストリプトファン固定化ポリビニルアルコールまたはポリエチレンテレフタレートを用いた吸着器によるアフェレーシスを執行中の患者アクリロニトリルメタリルスルホン酸ナトリウム膜を用いた 血液透析施行中の患者等には近忌である。エナラプリルの胎児危険度分類は D であり、妊婦へは近忌である。妊娠が判明したら直ちに服用を中止しなければならない。妊娠初期にアンジオ転身ンン変換酵素阻害剤を投与された患者群において、胎児期系の相対リスクは高圧剤が投与されていない患者群に比べ高かったとの報告がある。 妊娠中期及び末期に、アンジオシン変換酵素阻害剤を投与された、高血圧症の患者で、溶水化症症、胎児、新生児の死亡、新生児の低血圧、腎不全、高カリウム血症、頭蓋の形成不全及び、溶水化症症によると推測される死肢の拘縮、頭蓋顔面の変形等が現れたとの報告がある。溶水化症症が発生する場合もある。 エナラプリルは、入獣中に移行するので、授乳中は、服用を中止すべきである。副作用発生率は、知見で10.48%、使用成績調査で4.30%であり、主なものは外装、めまい、BUN 上昇、血清クレアチニン上昇、血清カリウム上昇である。外装はブラジキニンが増加することにより起こると、言われている。また、 外装は ACE 阻害薬服用患者の約2割で、小ずるとの資料もある。重大な副作用として注意喚起されているものは、である。不腫は、顔面、更新、軌道等に発生し、時に呼吸困難をきたす。不腫は、服用初期に発生しやすいとされる。不腫の発生率には、人種差があり、黒人で多い。通常、アンジオ天使内は、 アンジオテンシン変換酵素で、アンジオテンシン i 2に変換される。アンジオテンシン i 2は、血管ひらなメスジを収縮させ、血圧を上昇させる。エナラプリルの活性代謝物であるエナラプリラとは、ACE を阻害して、アンジオテンシン i 2を減少させ、血管の収縮を抑え、血圧を低下させる。薬物動態に関する数値は、以下の通りである。 データ症は反復投与時の血中濃度の蓄積には寄与しないが、薬効の発現に関しては重要な役割を持つと思われる。腎障害がある場合には、エナラプリラトの著名な累積が見られるので、服用量を減量する必要がある。エナラプリラトは、エナラプリルの活性代謝物である。 最初のジカルボン酸含有 a c e 阻害剤であり、カプトプリルの限界を克服するために開発された。スルフヒドリル元がカルボン酸基に置き換えられ、カプトプリルと同等の有効性を得るために構造式ベースで改良が加えられた。エナラプリラートはしかし、それ自身に問題を抱えていた。構造式を変更した結果、イオン化特性が悪化して、蛍光投与では、 消化管から十分に吸収されなくなってしまった。この問題はエタノールを用いたエステル化で解決された。こうして生み出された分子がエナラプリルである。エナラプリラとはプロドラッグであり、インビボで様々なエステラーゼで代謝されてエナラプリルになる。血中エナラプリル濃度は服用の2から4時間後に最高になる。世界初の ACE 阻害薬として、 カプトプリルが誕生した後、金属味等の解消を目指していくつもの薬剤が開発された。エナラプリラとは、カプトプリルの欠点を一部解消したものである。さらにその薬物動態を改善するために、エチルエステル化され、エナラプリルが完成した。1981年に販売が開始された。ありがとうございます。